動物にも危害がある危険なウイルス、イメジステンパーは治療法が知られていない非常に深刻なウイルス性疾患です。信じられないほど伝染性が高く、空気中または単に触れるだけで広がります。感染した犬は目が充血し、疲労感、咳、嘔吐が見られ、ウイルスが神経系に侵入すると発作や麻痺が起こります。名前にもかかわらず、イヌジステンパーは犬だけに感染するわけではありません。大きな猫、狼、狐など野生の多くの肉食動物がその餌食になっています。シベリアトラは生息地の喪失と密漁によりすでに絶滅の危機に瀕していますが、ウイルスが原因で絶滅が加速する可能性があります。ちなみにアフリカの野生の犬の数も減少しています。以上、イヌジステンパーでした。次のお話もお楽しみに。